はい、お疲れちゃす。じゃあ今日は、アジのさばき方をやります。じゃあまず、頭付きでグリルで焼く場合、はい、でアジはこのようにゼイゴという硬い側線があるので、まずこれを取りましょう。でこの時に包丁をこっちに力を入れると、指を切ってしまうので、なるべく上下にノコギリのように刃を動かします。 ここまであるので、一応ここまでやった方がまあいいです。はい、そしたら次、肛門から口元まで切って、でエラの前と後ろを切ります。そしたら、エラを持って引っ張ると内臓も取れます。はい、じゃあ次、エラの前と後ろを切って、内臓を取ります。はい。じゃあ次、アジの開き。ちょっとよくないな。はい。開きの場合は、まず、このゼイゴを取るとこまでは一緒。そしたら、この胸びれの、後ろのとこで、頭を落とします。はい、で、開きの場合、これどこを切っていいか分かんないという場合は、この肛門からここまで、ここの厚さのとこまで、内臓が入っているので、だいたいこういう感じで内臓が入っています。なのでそこを避けるように切るとちょうどいいです。だいたいこういうライン で最初は浅く、でこれをだんだん深くしていきます。はい、ここまで来たら今度は逆に置きます。さっき切った方が左、骨のある方が右になります。でまたこの皮だけを薄く切ります。でここからだんだん深く、はい、で最後にここの骨、尻尾のところで切ってあげて、これを押さえて引っ張ると取れます。はい、これで開き完成。じゃあもう一回、もう一匹やってみます。で、開きをする場合ですけども、まあこういう包丁でもできますけど、できればこういうステンレスのちょっとしなる細い包丁をやるとだいぶやりやすくなります。
でひっくり返して、こんな感じになります、はい、ちょっとグロ注意。このように内臓と骨が取れてきます。はい、 Thank you for watching。